シムスは、アメリカ海軍の駆逐艦。シムス級駆逐艦のネームシップ。艦名は、海軍の近代化を推進した、ウィリアム・シムス提督にちなんで名付けられた。メイン州のバス鉄工所にて1937年7月15日、寄港、1939年4月8日、浸水、1939年8月1日、収益し、 ウィリアム・アーサー・グリスールド少佐が指揮を取った。ボストン海軍交渉での試運転及び、カリブ海での試運転訓練後、1940年8月2日にバージニア州ノーフォークの大西洋戦隊に加わり、カリブ海と南大西洋の海域で巡回任務に就いた。1940年11月から12月にはマルティニーク島を紹介した。 1941年5月28日、シムスはロードアイランド州に到着し、7月28日にアメリカの機動部隊と共にアイスランドに向けて出航した。8月にはアイスランドの近海を9月から10月には2度にわたり、北、大西洋を紹介した。シムスは第2駆逐艦隊に所属した。1941年12月7日の戦争の勃発により、 第2駆逐艦隊は、ヨークタウンを中心に編成された、タスクフォース17に配属された。機動部隊は1941年12月16日に、カリフォルニア州サンディエゴに向けて、ノーホークを出港、海兵隊をサモアへ移送する護送船団の一部として、航行し、1942年1月23日に、到着した。当時、日本軍は、 オーストラリアと連合軍の通信を切断するためにサモアを攻撃すると予測されていた。この動きを阻止するためにマーシャル諸島の日本軍基地に対する空母による攻撃が計画された。ヨークタウンの部隊はミリ、ジャルート、マキンの島々をエンタープライズを中心とした部隊はクエゼリン、ウォッチェ、マロエラップの攻撃を予定していた。 タスクフォース17は1月25日にサモアを出発し、シムスが援護に着いた。1月28日の11時5分、シムスは敵の爆撃機を目撃した。11時14分、駆逐艦の鉱石を重ねて、4発の爆弾が約1500ヤード後方に落下した。翌日、ヨークタウン及びエンタープライズの空母部隊と砲撃部隊は島を攻撃した後撤退した。 シムスはタスクフォース17にて2月16日に真珠湾からウェイク島を攻撃するために出港した。しかし出港後間もなく命令が変更され関東島の海域に向かった。関東はホノルルニューカレドニア航空路にある小さな島であり日本軍によって危機に瀕していると考えられていた。3月初旬までに日本軍は ニューギニアの北海岸のラエとサラマガを占領していた。日本軍の進軍を確認するため、3月10日にレキシントンとヨークタウンから航空攻撃が開始された。シムスは敵艦から空母を守るため、巡洋艦と共に駆逐艦隊とルジアード諸島のロッセル島の近くに泊まった。シムスは次にニューカレドニアトンガ諸島地域で活動した。 1942年4月下旬、日本軍はオーストラリア攻略を支援するために機動部隊を結成した。これは、ツラギとポートモレスビーへの上陸部隊を護衛する守備隊と三五回の連合艦隊を排除するための攻撃隊で構成されていた。昇格と隋格は高木武雄提督の指揮下にて攻撃隊に所属した。一方、アメリカ海軍は レキシントンとヨークタウンを中心とした機動部隊が編成された。シムスはネオシ章の護衛を命じられた。機動部隊は5月5日から6日に補給。その後シムスとネオシ章は次の補給地点へ向かう。5月7日の朝、日本軍攻撃部隊の捜索機がネオシ章とシムスを指認したが、それらを空母と巡洋艦として高木提督に報告した。高木は報告を受け、 全面攻撃を命じた。9時30分、15機の日本軍爆撃機が2隻を攻撃したが損傷はなかった。10時38分、10機が駆逐艦を攻撃したが巧みな操打により投下された9発の爆弾を回避した。3回目の攻撃は36機による急降下爆撃が行われ、2隻の船に壊滅的な損傷を与えた。 ネオショーは7発の直撃と、さらに被弾した99式艦上爆撃1機の体当たり受け、航行不能となった。シムスはあらゆる方向から攻撃され、2 5 1キログラムの爆弾3発が命中した。機関室で2発が爆発、船体は中央から折れ曲がり、船尾から沈み始めた。シムスは1942年6月24日に海軍席から除籍された。 シムスは第二次世界大戦の戦績により2つのバトルスターを獲得した。ありがとうございます。